ジャンゴフェット、ジャンゴフェット、ジャンゴフェットはアメリカの SF 映画スターウォーズシリーズのスターウォーズエピソードにクローンの攻撃に登場する全身に様々な武器を備えるマンダロア走行でその身を包んだバウンティハンター賞金稼ぎテムエラ・モリソンが演じた惑星牧伝の衛星にて銀河一の賞金稼ぎとして銀河に名を馳せるジャンゴの戦士としての 技量を見込んだシスの暗黒卿、ダース・ティラナス、ルークー・伯爵と出会い、彼の依頼に応じて、クローントルーパー政策のための遺伝子ホストとして、自身の遺伝子を提供した。クローントルーパーは、ジャンゴの遺伝子をもとに、生産性向上のため常人の倍の速度で成長し、反乱を起こさぬよう自我や独立心を削ぐ遺伝子調整が行われた。その見返りの報酬として、 莫大な金を受け取るとともに、遺伝子に全く手が加えられていない、自身の純粋なクローンを製造してもらい、その自身の分身といえるクローンに、ボバフェットと名付け、10年間、息子として大切に育てた。その後、再び、ルークシャクの依頼で、賞金稼ぎのザムエセルを使いパドメアミララの命を狙うが失敗、自身の情報網から素早く潜伏先の、 惑星カミーノに訪れたオビワン家の帯と対し、なんとか退きながら、その後に惑星ジオノーシスに逃亡。ルークー白爵配下の傭兵として、ジオノーシスの戦いに参加しジェダイの騎士らと戦闘を行った。ジェダイマスターのコールマントレバーを、フォースによるライトセーバーの予測防御が追いつかぬほどのブラスターの早打ちで射殺するなど、ジェダイの騎士にも引けを取らない強さを見せ、 だが続けて、ジェダイの中でも最強クラスの実力者、メイスウィングとの対決の最中、猛獣リークの突進に巻き込まれた際にジェットパックを破損、その故障に気づかぬまま、射撃を続けながら、メイスの攻撃をかわそうとジェットを起動させるが、煙を吹くだけで動かず、牽制で銃を持っていた右手を切られた後に、首をはねられ死亡した。息子のボバ・フェットも、エピソード6にて、 ルーク・スカイ・ウォーカーと交戦中、反ソロの闇雲な攻撃で、ジェットパックが誤作動して破れたことから、親子揃って、ジェットパックの誤作動が原因でジェダイに破れたことになった。父がメースに殺される現場を目の当たりにした息子の、ボガは、これ以降ジェダイに対して、強い憎しみを持つようになった。全身に、様々な武器を備える、マンダロア走行は、 その戦闘能力の高さで銀河で名を馳せた傭兵集団、マンダロア兵団の戦士が装備するもので、かつてはジャンゴもその一人であった。同じ装甲服を引き継いだ息子のボバフェットは、装甲に様々な武装を備えているという設定がありながらも、エピソード4から6劇中では、その本の一部しか使わずに、ルークラに敗れてしまうか、その当時のファンの期待に応えるべく、 ジャンゴは走行に備えた様々な武装を使用する戦闘シーンがエピソード2で描かれた。ジャンゴが映画で使用した武装としては専用ブラスターピストル2丁、カミーのセイバーダート、毒やジェットパックに搭載のミサイル、火炎放射器、振動ブレード、ワイヤーなどが確認できる。息子のボバヘッドがエピソード4から6で着用しているマンダロア走行は ジャンゴのものを自身専用にカラーリングを変更した同一のものである。その証拠に、ジャンゴがオビワン家のオビとの戦闘後に自身の宇宙船に乗り込む際に頭をぶつけるシーンがあり、その後ヘルメットの一部がへこんでいるが、ボバのヘルメットにも同じ場所にへこみが確認できる。また、スターウォーズエピソード4、新たなる希望にて、 宇宙要塞デススターにて C-3 歩と R2D2 が待機した管制室にストームトルーパーが押し入ってくる際、入り口のドアに頭をぶつけるトルーパーがいるが、これはクローントルーパーの後進部隊であり一部クローン兵も所属するストームトルーパーにジャンゴの頭をぶつける癖が遺伝子情報としてストームトルーパーにも反映されたとエピソード2の 映像ソフトのオーディオコメンタリーで語られている。アイキのスレーブワンは、ファイアスプレー級紹介攻撃艇を、ジャンゴが独自に改造したもので、プロトン魚雷や四連ブラスター砲、サイズミックチャージなどを配備している。息子のボバは、マンダロア走行と一緒にこの船も引き継ぎ、改造を加えて愛用した。また、ジョージ・ルーカスが監修した、ジャンゴが主役の、 エピソード2の前日弾となるプレイステーション2用ゲーム、スター・ウォーズ・ジャンゴ・ヘッドも発売されている。その物語は、ドゥークー・ハクシャクの元弟子にして、ダーク時代となった二刀流の女剣士、コマリボサと、彼女が率いる、カルト集団、バンド・ゴラを壊滅する、よう、惑星木伝の衛星の一つ、コルマにて、ティラナス、ドゥークー・ハクシャクから依頼を受けた、ジャンゴが戦いに臨む、といった内容である。 あとにこれは、ルークー伯爵が、ジャンゴが、クローントルーパーの遺伝子ホストとしてふさわしいだけの、銀河一の、賞金稼ぎの噂に違わぬだけの実力を持つか測る、ためにいったテストだと判明し、スピンオフ、外伝作品で描かれる過去としては、ジャンゴフェットは、惑星コンコードドーンで暮らす素朴な農民一家の、元で生まれ育った。しかしヤビンの戦いの58年前に起こった、 銀河系でも屈強な戦士として知られるマンダロリアン・ショックトルーパーの正統派、恩恵派とデスウォッチ、過激派との内紛に巻き込み入れ、デスウォッチに家族を全員殺された。生き残ったジャンゴは正統派を率いる戦士ジャスター・メディールの下で戦闘技術を教わり屈強な戦士に成長し、銀河最強の賞金稼ぎとして銀河中に名前を轟かせた。ちなみに、 エピソード2に登場したザム・エイ・セルトの中もこの頃からである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。